Friday.本当に参りました思った以上にいい作品だったんで本当に嬉しいです俺と出会わなければ先には違う人生があったのかもしれない。世界中が涙した感動の名作。この糸赤だもん。いや白だよ。赤あのバカだけはした方がいいよ。さん関係ないだろ。あいさん、私には将来の夢なんて何もないから、大輔君の夢を隣で応援したいの。何よこっち上がるこの腐った身か。社会もろくに知らん若造がどうやって幸せにするんだ。お金がないくらい何よ。また絶対にやり直せるから。昭和から平成、時計が刻んだ家族の物語。どこまでよくわかりましたよ。俺と結婚したこと後悔してんだろ。後悔なんてしたことないよ。おい、さっき、さっき、おい、さっき。寝たきりということですか。見てほしかった。先の人生まだまだこれから。もし右の振り子に元気がない時でも、左の振り子が頑張って動けば、その勢いで右にだって動くでしょ。どっちかが頑張ってる限り、振り子は絶対に止まらない。振り子時計はね、夫婦みたいなもんだ。答えてくれよ限りある人生の中で、その時間がどれほど大切なものなのか、俺には全く分かっていなかった。振り子。Friday.